ことね、まほ、私たちはジェコでーす。はい、ということで、はい、そのネットタイトルを見て驚かれた方がいるかもしれませんが、私たちここから出ていきます。イエーイ。バイバーイ。じゃあねー。なんでかと言いますと、はい、あのうるさくしてて、親さんに怒られて退去とかそういうんじゃなくて、はい、今絶対びっくりしたけど、そういうんじゃなくて、普通に契約期間が終了するので、はい、私たち大人になるために、ここの両端は一人暮らしを始め、はい、私はお部屋をちゃんと作り、両端家計画です。はい。ここに住んでる時は、うん、ちょっと見バレとかが怖くて、うん、なかなかルームツアーができなかったんですけど、ね、もう退去するので、今回は皆さんが気になっているだろうチェゴハウスのルームツアーをしていきたいと思います。もうね、家具も、そう、昨日うちらめちゃめちゃ大掃除して、ソファー、冷蔵庫、洗濯機、全部処分しました。からかんの状態で、こんな古い靴はなかなかないと思うんですよ。逆にね、ないのが面白いみたいな。でも意外と広いから。そう。そうなんだよ。住んでる時はね、めっちゃ狭く感じたんだけど、物がなくなったらすごい広い。じゃあまず玄関からやっていきたいと思います。はい。レッツ、せーの、ゴー！ルームツアー！ようこそ、チェゴハウスへ。ようこそ、チェゴワールド。まずはこちらですね、はい、下駄箱になってます。下駄箱、あらららららら、まだ私のね靴があるんですけども、ちょっと入んなくて横になってます。で結構ね収納はあったよね、うん、靴の収納はすごい3人分入ってたもんね。そうで、ここはこういう風になってます。たださ、ここにさ、例の、そう、例のものがあるから、ここが開けなくて、そう、毎回せっかく収納いっぱいあるのに、うん、全く靴入れられなかったよね。本当に手間だった。もうめっちゃ靴置いてあったよね。そう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 、やばかった。足の踏みはないぐらい、うん、って感じですね。玄関は、はい、玄関はそんな感じです。あ、あとトイレ、ね、はーい、はーい、電気つきません。これはもう約半年間ずっと真っ暗のまま、ね、真っ暗のままトイレしてました。はい、そして扉を開けると我が家でーす。我が家でーす。洗面所からですね。ここがうちのスペース、うん、ここがはるかのスペース、うん、ここが魔法のスペースだったで、と、うん、ちょっとあんまり汚いんですけど、はい、ここに洗濯機がありました。ドンキの洗濯機を使ってたんで、うん、蓋壊れたよね。そう、蓋壊れたまんま洗濯してて、で蓋、うん、ちゃんと閉まんないと洗濯できなかったから、うん、一生懸命壊れて、うん、えぇ、ー、閉めてから洗濯してた、いつも。やばいね。例のお風呂終わっちゃったね。お風呂でーす。お風呂でーす。なんかさ、ちょっと汚かったんだよね、うん、ちょっとね、うん、ね、なんかちょっと入る気になれないって、ね、掃除する気にもなれないし。それでみんな誰も入んなくなって、うん、入んないければさ洗わないからさ、浴槽の中だんだん汚くなって封印された湯船。昨日お風呂掃除したんですけど、川にいる気分だった。どうなんか土みたいなやつがいっぱいあって。キッチンもよく見たら広いね。ね、めっちゃ広い。ちゃんと見たら広かったわ。でもさ、こことか一切使ってなかったよね。いや、マジで届かなくない？届かないし、うん、なんかさ、そこに食器入れる気になんない。それはね、わかるね。はっきり言う。食器入れる。やだ、ちょっと失礼。すごい悪口言うやん、チェゴハウスの。収納は、あれ？あ、朝シーン、こっちから忘れた。あぶね。クレシン、クレシン。結構ね、収納自体はね、うん、あったはずなんですけど、うん、もう一回も使ってない。ここを使ってる人見たことない、うん。ここには、冷蔵庫があったんですけど、そう、処分されました。はい。2ドアの冷蔵庫で。ね。こことここは取れちゃった。でもさ、その冷蔵庫もさ、めっちゃさ、シールみたいなの貼ってあって。うん、何のシールかっていうと、なんか、ポイントが貯まるシールみたいな。食べたら。お前だよーマジなのマジお前のシール。めっちゃ貼ってくんで。続いてこちらが、リビングでーす。イエーイ。今私のね、ものがいっぱいあるんですけど、そうですね、いっぱいあるんですけどね、タンスが3人分あって、こ
ここに真帆のタンス、うん、で壁にジミンちゃんのなんかポスターみたいなのってあって、うん、ここが私のフロア、はい、これ本当はねプラス2段あったんですけど処分しました。しかもさ何これなんかワニのさ歯みたいなこれどういうことなのマジで。カバーみたいなかぶさってたんですけど、うん、こうやって引くたびにバカッと取れるのいちいち取れてそのたびにはめ込むのめんどくさいからもう思いっきり全部全部抜いてあそこに置いたから。しかも抜いたタイミングもさ入場してすぐ抜いてある。そう結構早めだったよ、ね、こっちにはるかのタンススペースがありました、うんうんうん、これ何これ何。冷蔵庫洗濯機は処分したんですけど、うん、電子レンジだけ私ちょっと欲しいなと思って。あ持っていくってことね。そう綺麗にしてあって置く場所ないからここにある。これで一回さ枝豆さやったそうそうそう爆発みたいな袋のまま枝豆チンしたら、うん、なんか焦げ臭いってなって見てみたら中で火事起こってるのやばくない。中でめっちゃ炎包まれてて全部がやばいやばいやばいってはるかはるかはるか。そうだよこのねさあのさ枝豆救出するも何もさやばいやばいやばいってずっとこうなってただけなのあのことねが今の武器やばいどんなってたってやばいやばいやばい私たちが一番たたずんでいた場所、うん、こちらです。こちらです。こちらの部屋です。撮影部屋だよね。そう、撮影してた。コロナの時期で家から出れない時は、うん、ここをスタジオとしてこれを作ったりとかしてたし、うんうん、そう、懐かしい。マーケットとかスタジオ行かずにここで作ったし、うん、そうパラダイスもここで作って、うん、ここの方がさ、意外と思い浮かんだりするんだよ、うん、気持ちがリラックスしてるからめっちゃ分かる。ここにそう3人掛けのでっかいソファーがね、あったからいちいちこっちに移動させてそうここで踊ってたんだよね。続いてのお部屋は畳のお部屋でーす。畳のお部屋でーす。契約満了の1ヶ月前ぐらいに私の部屋になりました琴音のお部屋なんだよね今もね、はい、今これはあの、はい、ちょっとね洗濯機がもうなくなってしまったので、うん、新居とかで洗濯しようかなとかあんま映さないでください。私のちょっとあたこ焼き作ろうとしてるたこ焼き作ろうとしてるたこ焼き作ったよね、うん、てか作った5000個みたいな。しかもさこれカタログでさマホのカタログ懐かしいマホのママがなんかカタログ雑誌みたいなのくれて無料でもらえるんだよねそれ。そうそうそこでなんか応募したらもう無料でもらえる、電気とか、うん、ご飯とか、うん、電とかそういろんなのあったある中のたこ焼きある中のたこ焼き器を選びました。みんなでやりたかったからね。ね、でも楽しかった。こちらは？こちらもあの新居に持っていく洋服たち。ちょっと見栄えが。あまり見せない。実は、はい、こちらの扉を開けると、はい、リビングへ入れて、しかも、うん、こっちに繋がってるんです。すごい。そこいいよね。こんな感じ。3つ部屋があって、うん、まあこう行き来できるっていう。あー、びっくりした。待って。そうそうそう。3人でお布団敷いてたんですか？3人で寝る部屋でした。今、真帆と遥がいる場所に、真帆の布団があって、うん、真ん中が私の布団で、うん、机がある場所が遥の布団でした。そうね。結構ワクワクしていい。うん。部屋でゲームしてて、うん、で、真帆、ここのソファで寝てたんだよ。うん。ゲーム終わりにしようと思って、こうやって後ろ振り返ったら、真帆が、グーを口の中に入れてたんだよ。ねえ、それはやばい！女子は最優秀。なくていいよ。いいのまんま。結構ガチめに入れてた。それで、ほんとこれ、内側からこれだ。ルームツアーこんな感じで、はい、ちょっと話しますか？ちょっと話しますか？この、本邦初公開の話しますか？はい、ということで、チョコハウスルームツアー、以上になります。どう？想像してたのと一緒でした？絶対違ったよね。思ってたより古臭くさそうだ。ちょっとね、なんか、おばあちゃん住んでるの分かんない。こっちに来るタイミングで地元でやってた仕事とか、うん、あるかとかねはダンスの先生辞めたりとか、うん、東京ってめっちゃ金がお金がかかるんだよね。こちらの家賃も3人で払ってたし、うん、食費とか、うん、まあいろいろもろもろかかる料金高すぎて、引っ越しを始めるタイミングで知り合いの方が、うん、そのコールセンターをやってみたらっていうので
進めてくださって、そっから彼女たちはこの髪色のままコールセンターを毎日8時間、うん、週4から5で働きながら YouTube をやりながらアーティスト活動しながらみたいな感じで頑張ってました。すてっかった。本当にお疲れ。頑張ったよ。おかしくなったよね。もうみんなおかしいの。なんか夕日が綺麗だねみたいな。なんかそういう感じになっちゃって、まあ、でもいい社会勉強になったし、それでそうだ、ね、いろいろ知れたし、うん、だからずっと365日24時間ずっと一緒にいるみたいな状態で、うんうん、まあ、今はねそれぞれのプライベートの時間も最近は作るようにしてて、うん、なんか寂しくもあり、でもなんかそれもうちらの成長につながるから、大人になったなって最近は、うん、まだまだですけど、本当に自分の部屋とかがなかったからね、おトイレかお風呂しか一人の時間ないよね。そう、21の女の子がプライベートないのは多分みんなもきつかったし、自分もきつかったし、本当にこの家に来てからチェコを含め環境も変わったし、自分も変わったし、もう全てがいいようにも悪いようにも変わったっていうのもあって、そのコロナが始まるちょっと前にここで暮らしてたから、これがなかったらコロナでねチェゴの活動もできてなかったと思うから、本当にこのお家はチェゴ分岐点みたいな感じでもあるので、ちょっと寂しいんですけども、チェゴが大きくなるためにはいろいろ環境も変えていかないといけないので、お子様ですね、はい、ありがとうチェゴハウス、ありがとう。いやでも本当一緒に住むのすごいきつかったと思うけど、お互いめっちゃ我慢して過ごしたと思うけど、なんか本当に同居生活ありがとう。ありがとう。いろいろありましたけどね、まあ、いい部分でも悪い部分でも2人のことたくさん知れたような気がしたから、うん、頑張りましょう。頑張りましょうということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと500人ぐらいで35万人いくので、はい、お願いします。